生活でいるにも慣れそうだと思う。やっていいことと悪いことってあんだろう。例えば俺ワイナリーのやつらがワインに水を混ぜてやがったんだ。水だぜ水。だから俺が文句を言いに行ってやったのさ。ところがやつらビール心配ない、ちゃんと蒸留してる、お水は買いすぎだけどなって言いやがったのさ。人の人が自分が誰でどんな外見だったのかもどこかで覚えてて、自分を恥じているんだからね。アダムには良性のガンのように体内の細胞を破壊し、不安定な細胞に変える作用があるわ。この不安定な状態は驚くべき特性をもたらすけど、子供たちがアダムを効率よく生産するための機能性を維持しなければならなかったわ。本当は植物状態にしてしまいたかったし、彼女たちといるととても居心地が悪かったの。あれを腹部に移植したとしても、彼女たちはまだ子供だから遊んだり歌ったりしていたわ。時々彼女たちは私のことをずっと見て、そして微笑むの。どうやらこの発明から
たいな。とにかくもう寝たい。アンドリュー・ライアンは死んでいます。あなたは仕留めるか、それとも奴隷ですか？